タブは日本における本格的な賭博の一種である。数人程度が中央に開けた穴にザルを取り付けた円卓か床や畳に置いたザルの周りに車座になってサイコロ3個を用いて行う。名称はタブさえあるいはタブキの省略であるがそれらの由来は不明である。親と子が自分の前にそれぞれ金銭を貼る。親がサイコロをザルに投じ。 勝敗に応じて金銭が親と子との間でやり取りされる。専用の円卓が必須ではない上、道元が固定しているのではなく親の権利が順番に回ってくるマーディーであるが、日本の大衆的サイコロ賭博であるチンチロリンのように、仲間内の単なる遊びではなく、賭場の会長に暴力団が関与したり、暴力団員が参加したりすることが通常だと考えられる。 九州で生まれた凸泊と思われるものの、いつの頃からか関西にも普及した模様である。なお、この賭博はサイコロ3個を持ちチンチロリンと似た面があるものの、サイコロを投じるのが親だけといった点など、ルール全体が異なる。最初の親を決める。親と子は金銭をそれぞれ貼る。その回の勝負に参加しない子は自分の前に置いた金銭の上に手を置く。親が、 それぞれの子と一定の金額の勝負をする場合は投資という。親は子全員と勝負していくかその回の勝負の相手を指定しサイコロ3個をザルに投じる。親が投じたサイコロ3個の結果で勝敗が決まり金銭のやり取りがある。金銭のやり取りが済んだら親落ちやすの場合には新しい親、そうでなければ元の親の元で同様に繰り返す。 と出た場合、サイコロ3個の目の合計が12なので10を引いて2で、あるため、ゾロ目であるにもかかわらず、これを逃げとするルールがある。ありがとうございます。